はい。えー、皆さん、こんばんは。G ステイの柿原です。いつもインスタグラム、フェイスブックご覧くださいまして、ありがとうございます。はい。えーと、今日は、えー、年内最後の、えー、ライブ配信になるんですけれどもですね、えー、かなりね、もう本当に毎日寒くて、冬真っ只中ですのでですね、今日またダウンコートをやりたいと思います。お願いします。で、これダウンコートね、一肩だけ、ちょっとしっかりとね、お伝えできてなかったので、今日、 あの最後にねこの一方ご紹介させていただきますのでよろしくお願いします。で今日ご紹介する、えー、このダウンコートがですねこちら。えー チェスター型の 2way のね、ダウンコート、こちらをご紹介させていただきたいと思います。で、こちらはですね、あの、G ステージとしてはもう結構定番の形で、毎シーズンやってるコートなんですけれども、今回はですね、ちょっとね、ウール見えする素材使ったね、面白い生地使ったコートやってますので、こちらをご紹介させていただきます。ありがとうございます。ちょっと今日一方だけなんで、あっという間に終わっちゃうかもしれないんですけど、よろしくお願いします。 はい、ではちょっとまず生地からねご紹介させていただきますで、えー、こちらなんですけれども、えー、今回ですねこちらのダウンコートに使ってる生地がですねこれフォルモザというこれナチュラルストレッチがねちょっと伸縮性のある生地でこれウール見えする生地というのが特徴ですこれこう寄っていただくと分かるんですけれどもちょっとこのね一色のねどういうんですかねこうべたっとした色じゃなくてですね こういう木彫の色が、えー、入っている素材なので、えー、一見すると本当にねウール見えするそういう素材になりますでこれね一番の特徴がねこれあの全くこうシワにならないですこんな感じでこうやってねやっていただいたら全然シワにならないのであのー 素材がねウール見えしてシワに全然ならないのでこういうちょっとねきれいめなねあの大持ちっていうのがこうずっと続くっていうそういうコートになってますなんでまあこれからでしたらあの年末旅行とかもね行かれると思うんですけれどもあと出張とかねよく行かれる方とかこんな感じであのスーツにねあの合わせていただけるのも本当にかっこいいのでこれあの生地がねこんな感じでウール見えする生地なのでスーツとの相性もすごくいいです。 で、竹缶もね、しっかりと、あの、お尻すっぽり隠れる竹缶なので、えー、そちらのダウンチェスターコート持ってる、<laughs> ありがとうございます。結構この形ね、G ステージ、あのー、長年やってますので、ありがとうございます。色 <laughs> 々ね、素材を変えてやってますので、ありがとうございます。活躍してますからね、このダウンコート持っておられるということで、ありがとうございます。今年はね、ちょっとこういうね、あのー、 ウィンドウチェックみたいな、こういうトラッドなね、チェック柄を入れてます。これチェック柄入れることで、よりこう、どうですかね、ウールライクな、えー、トラッドなね、こういう面持ちになってますので、そういう素材をやってます。ありがとうございます。この、あ、定番ですよね。ありがとうございます。定番でございます。<laughs> はい。もう、後でね、これ、あの、デザインご紹介しますけども、本当にあの、着回しの効くね、 ベー,ーシックなコートなんですけれどもこれしっかりねこういう形でフードもこうレイヤードでついてるコートなのでいろんなシーンでねこう使っていただけるそういうコートになってますのでありがとうございますこのね「フォルモザ」っていう生地がねすごくねこれウール見してシワにならないのでえ非常にこう綺麗なルックスなので。 ぜひねちょっとまたあのー、YouTube の方でもねしっかりあのー、見ていただければたらと思いますのでありがとうございますでデザインの方はですねあのー、本当に今言っていただいたように本当に定番のこれあのチェスター型のデザインになってますチェスターコートのこの襟に、えー、前ヤこの3つボタンですね3つボタンで、えー、両脇にフラップ付きの、えー、ポケットが付いてますでえっ、ー、とーこのコートの一番の特徴がですねこれ あの中にこういうねフェイクレイヤードのフードがついてますこんな感じででこのフードはねここでこうジップでこう取り外すことができるのでぐるーっとこうジップがこう入ってるんですけどもこれをこう取っていただくと簡単に取り外せますのでこんな感じであのフードをねつけていただいたらスポーティーなお持ちになるんですけども、まあ、例えば今日 コーーディネーター組んでる、こんな感じにね、もう本当にスポーティーに合わせていくこともできますし、あとフードを取っていただくと、こんな感じで、先ほどもご紹介したようにですね、こうビジネス使い、スーツの上とかでもね、こうあの着ていただけるような、そういうお持ちになりますので、まあこういうトラッド見えもしますし、こういうスポ,スポーティーなね、こういうカジュアルな、えー、装いにも使えますので、もう本当に冬中活躍する、そういうデザインになってます。 でこれねちょっと中ちゃんと見てもらいますねちょっとまさいね,、えー、っとね中がこんな感じですねで中もしっかり、えー、これポケットが、えー、両脇ついてますのでこんな感じですで、えー、っとこれセンターベントですねセンター弁当こちらの方は、えー、ドットボタンがついててこういうシルエットも、えー、調節できるようなそんな感じになってます ジ、えー、ステージ定番、えー、ダウンはですねダウン90フェザージュの、えー、フィルファワー700以上のダウン使ってますのでこれはの、首元まで、ね、しっかりこう止めていただくと本当にすごくあったかいコートになりますのでですねはいもうこの辺はもうおっしゃるように本当に定番のコートですねで私、きょ今日ちょっとこれ着てますのでお見せすると。 えっとね、こんな感じですねこれが、えー、っとネイビーを着てるんですけれども、あ色、紹介してなかったですね、すみません、これ、今日ネイビー着てます、これ、えー、私、170センチのこれ46サイズを着てるんですが、これ、今、フードつけてますけどね、フードつけるとこんな感じ、で170センチの46サイズで、丈感こんな感じなので、あのー、このお尻が、ね、すっぽりと隠れる膝上ぐらいまでね、しっかり防寒できる、そういう。 え、ダウンコートになってますので。でここまでね、首元までこう止めていただくとね、すごく暖かいので、こんな感じです。はい。えー、綺麗なラインですね。あ、ありがとうございます。これはね、もう本当にあの、テスターコートとしては、本当にベーシックな形ですので、あのー、すごく、こう中にね、スーツとか合わせてもらっても綺麗に着ていただけると思いますので、ありがとうございます。 で、ごめんなさい。色をご紹介してなかった。これ、色がね、こちら、えー、先ほどご紹介してた、こちらは、えー、えー、ダークグレーですね。ダークグレーにこういうウィンドウチェックが入ってるタイプと、えー、こちらがライトグレー、ライトグレーにこういう、えー、チェックが入っているタイプですね。で、最後、こちら、ネイビー、ネイビーに、えー、こういうチェックが入ってます。こう、三色やってます。 で、今回もこういう形でね、あのー、コーディネートをご紹介させていただきますけども、もう本当に、まあ、私個人的にはね、もうこれ、あの、フードを外していただいて、こんな感じであの、チェスターコートとしてね、着ていただくっていうのも本当におすすめなんですけれども、すごくね、この、今回のこのモデルは、このフォルモザっていう生地が、 あのウールライクのね綺麗見えするあの生地使っているのでこういうねチェスター型で本当にあにシンプルに合わせていただいても、えー、すごく上品に大人っぽく、えー、合わせていただけますので今日はね、えー、ちょっとこのね、えー、ダークグレーがちょっとねブラウンがかってるのでちょっと今日はブラウンを合わせてみました中にこれイタリアのネイト使ったこういう、えー、ローゲージのタートルセーターにあとこちら えー、ヌバック調のね、えー、これはブラウンのスラックスを合わせていますこんな感じで本当に、ね、大人っぽい面持ちこういうダウンコートって結構ねやっぱりスポーティーなあのイメージに、ね、なってしまうものが結構多いんですけれどもこれはもう本当にウール見えする、えー、こういうい竹の、ね、長めの、えー、トラッドなチェスターコート型なので非常に大人っぽい持ちになると思います。 で、あと、こちらですね。えー、こちらが、えー、なんか、スーツ合わしてます。もう、このね、このウールジャージのね、もう、これ、も私、もう、一番大好きな色なんですけども、これ、これ、いいですよ、これ。<laughs> もう、私的には、この冬、もう、大ヒットな、えー、きなんですけど、ネイビーのね、ピンストライプの、えー、これ、上下合わせてます。で、こんな感じでね、あの、出張とかでもね、 もちろん、このデイリーのね、不山使いでも、えー、ウール見えするこういうね、チェスターダウンですので、えー、こうやって合わせていただけます。で、最後ですね、最後はこちら。えー、こちらは、えー、これフード、フードの部分でレイヤードのフードをつけて、こういうスポーティーにね、こう着ていただけるような。これあの、先ほどまでね、これフード、レイヤードのこのフードを外して、えー、やってるんですけども、本当にね、トラッド見えする、 こういうい、ね、ウィンドウチェックが入っているのでトラッドを見えするお持ちなんですけどもこのフードを、ね、こう装着をしていただくだけで一気に、ね、スポーティーな、えー、イメージになりますのでこんな感じで、まあ、こういう時には、まあ、下こういう、ね、スポーツパンツこれダウンパンツを合わせてますけどもスポーティーな、ね、パンツもこうやって合わせていただくと本当にこにスポーツ感がグッと出ますのでこういう着方もできます なんでもうドレッシーにもね本当にこうスポーティーにも両方着ていただきますのでオンオフね楽しんでいただけるそういうコートになってますはいもうこれかもう本当に今もまた中なんですけど冬えー、寒いね中なんですけどもこういうねちょっと丈がね長めの、えー、こういうダウンコートしかも 非常に大人っぽいね、そう大好きだった、えー、大人っぽいルックスになるね、こういうダウンコート、ぜひね、一着、えー、いかがでしょうか。はい、<laughs> ありがとうございます。<laughs> はい、ちょっと今日はもうこの一方、えー、だけでちょっと終わっちゃうんですけれども、何かございますでしょうか大丈夫でしょうかはい、もう今日なんかはね、もうあのー、 えー、忘年会とかもね <laughs> あの行かれている方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども <laughs> ちょっと今日はね最後の配信で、えー、この人方こどうしてもねこれをやりたかったんでこの人方させていただきました何かありますでしょうか大丈夫でしょうか ちょっとまたあのー、来年の、えー、これ2月なんですけれども、えー、これも日程決まりまして、2月の15日にね、えー、次の2024の SS 春夏の、えー、またウェブ展示会ですね。あの、<laughs> ま、毎回も夜遅くまでね、ふらふらなりながら展示会やってるんですけど、ウェブでね、このインスタライブで。 それまたやりますので、え、新潟すごく雪降りました。あ、そうですよね。もう今、もう本当にそうですよね。もう大阪もね、むちゃくちゃ寒いんですよ、今。<laughs> 昼間でも寒いので、もう新潟だったらもう本当そうですよね。もうお気をつけください。もう本当に、急にね、本当に冷え込みましたので、いつもありがとうございます。はい、あのー、次またね、 あのちょっとまだ先になるんですけど春夏のまたあのインスタライブねこれあのー、一夜でねこう春夏の商品全部見ていただけるそういうあのライブ配信を予定しておりますのでえっ、ー、とね2月の15日の夜また9時からやりますのでですね、えー、またあのー、ご参加いただきましたらと思いますありがとうございますあの次の春夏もめちゃくちゃいい商品やってますのであのセットアップのね あのー、すごく、生地感にこだわった商品やってますのでですね、えー、ぜひですね、また2月、えー、ウェブ展示会ご参加いただけましたらと思います。ありがとうございます。はい、皆さん、何かありますでしょうか大丈夫でしょうか大丈夫ですかねもう本当にあのー、えー、今年もね、あの、これ最後のライブ配信なんですけれども、もうあのー、 なんとかね、毎週、えー、1回ライブ配信、YouTube の配信ね、続けることができました。ありがとうございます。本当にね、皆様のおかげで、あのー、また今年もね、あのー、継続続けることができましたので、ありがとうございます。で、このね、展示会の方も、本当にね、毎日ぐらいも問い合わせいただいて、あのー、こちらでね、あのご試着、えー、ご購入ね、皆さんいただいてますので、えー、ありがとうございます。はい。 何かかかありますででししょょうう大丈夫でしょうかちょっとまた今申しましたように繰り返しになるんですけれどもですね、えー、こちら大阪の、えー、内本町にですねこういうショールームをやっておりまして、えー、こちらのショールームではですね、えー、ネットで取り扱っている商品はすべてご試着それからそのままご購入もいただけるというですねショールーミングのサービスをやっております。 平日のみのサービスになるんですけれども、この商品のこの色のこのサイズというふうにおっしゃっていただきましたらですね、取り揃えてこちらでご試着、それからご購入までいただけるというね、そういうサービスをやっております。 で、こちらの方は東京のね、とあの、原宿のオフィスの方でも、えぇ、ー、土曜のサービスをやっております。えー、名古屋ではサロネジェンティーレというですね、長くのセレクトショップさんですね、こちらの方でも土曜のサービスをやっております。で、えー、ぜひね、えー、ご利用いただけましたらと思います。もう本当にね、あの、来ていただいて、もういっぱい来てもらって、もう実際ね、こういう素材とかもこう、触っていただいて、 で、シーレットとかもね、あの、こう、実際に着用いただくと、本当に、あの、ジステージのね、あの、おすすめの良さというところがですね、えー、こう、画面ではなかなかお伝えできないので、あの、本当にね、大阪、東京の方来ていただけましたらですね、えー、もっとお商品をお伝えできる <laughs> と思いますのでですね、はい。私、大阪に私、いてますのでね、あの、ぜひお声掛けいただけましたらと思いますので、ありがとうございます。 はい。えー、超早めですが、良いお年を、<laughs> ありがとうございます。超、超早めですよね。ありがとうございます。今年もありがとうございます。もうあの、たくさん、えー、ライブ配信もね、あの、ご参加いただきまして、ありがとうございます。もういつも、えー、かっこいいスーツと靴で、入れたちでですね、羨ましい限りなんですけれども、<laughs> はい。ありがとうございます。今年もありがとうございました。 こちらの今日の配信の方も週末 YouTube でね、アーカイブ配信やっておりますので、YouTube のね、配信の方ではですね、えー、横長のね、動画、えー、パソコンの画面でこう、最大にしてね、見ていただいて、こう、記事感を確認できるようなね、そういう動画もですね、えー、追加で撮ってですね、配信しておりますので、ぜひ YouTube の方もご覧いただけましたらと思います。ありがとうございます。はい。 皆さん何かありますでしょうか大丈夫でしょうかちょっと本当にあのー、急に <laughs> 急にというかやっとあの冬本番冷え込んできましたのでですね皆さん体調をこうね あの、本当に気をつけられて、あのー、良いお年をね、迎えていただけましたらと思いますので、ありがとうございます。はい、ちょっとまだね、来年も、あの、ちょっとね、年始はおそらくね、2, 2週目からの配信になると思うんですけれども、えー、また来年もね、あの、続けて、えー、ライブ配信やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 はい。もうこ、もう今年ね、本当にたくさん皆さんコメントいただきましてありがとうございます。もう、もう本当にもうコメントいただいてるね。え、もうそのコメントが私のこういう、どういうんですかね、毎週こう続けてやっていくこの原動力になってますのでですね。皆さんありがとうございます。ちょっとまたね、あの来年度もこれ続けてやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい。 えでは、えー、今日はこの辺で終わらせていただきます。皆さん、良いお年をちょっと早いですけども。はい、ありがとうございます。失礼します。